はい、というわけでやってまいりました。いやー、顔が赤いですね、今日はね。ネガティブバージョンということで、今回はね、2ヶ月目です、このホンダ E 買って2ヶ月目経ちました。そのネガティブバージョンでございます、今日はね。本当のお話をしようと思います。いやー、ネガティブ数えると、もう、限りがないですよね。いや、EV、やめといた方がいいと思います。今は、今現在、今2021年、2月でございます。今からね、EV 買おうと思ってる方は、条件があります。コンセントね。家にコンセントがある方は、まあ私は買ってもいいかなと思いますね。まあ急速充電だけで、なんとかやっていこうという方は、ひょっとしたら、やめといた方がいいかもしれないですね。なぜなら、もうすでにね、ガソリン車が、もう長い年月経ってますよね。で、私たちはね、このガソリン車を、もう、慣れてしまったんですよね。ガソリン車の良さっていうのが、もうこの長い年月ですごい開発されて、もうほぼほぼ完璧な状況にまで達してるわけですよね。排出ガス、CO2 排出ガスとかもかなり、下げられて、優秀の、ものすごい優秀なんですよ。とにかく優秀。ガソリン車。なので、まあ、金額もどんどん落ちて、安く買えるわけですよね。ハイブリッドカーでなくてもいいと思います。ガソリン車で十分だと思います。それでガソリン車で、いいナビゲーションをね、つければいいのかなと私は思いますね、今現在。で、やはり、急速充電がネックになってくるわけですよね。それだけで生活していこうと思えば。先月、今月はまだマシだったんですけど、先月ね、1ヶ月、実は7000円ぐらい行きました。1ヶ月ですよ、7000円ですよ。まあ、15回ほど、ちょっと、急速充電しておりました。まあ、最初の方は慣れてないっていうのもありまして、結構アクセルぐんぐん踏んじゃってね。しかも、レビューをするために、いっぱい長距離乗るというね、こともあり、まあ、走行距離が伸びたという感じですよね。で、寒かったですよね。冬っていうか、まあ、今も冬なんですけど、1月ものすごく寒くて、走行距離も、全然走らないんですよね。エアコンとかつけちゃうとね。で、急速充電もね、溜まりにくいと。まあ、これからね、暖かくなってくると、航続可能距離とか、まあ、急速充電が、伸びる、まあ、早く充電できるといった感じになりますね。ホンダ E のね、カタログで、30分で 80% の充電というふうに書いてます。それね、嘘です。嘘です。本当に。どういう条件で 80% 溜まるんでしょうね。ちなみにこれ 35.5kW って言ってね、ちょっと小さめです。他の EV に比べると。で、ほとんどがその充電に対してのネガティブ要素ですね。それさえなければ、まあ、そのネガティブな要素、他にもちょろちょろあるんですが、そんなのね、関係ねえって感じですよ。そんなの関係ねえっていう感じで。ちなみにね、小さいネガティブ要素としては、バッテリーがね、足元に、こう、引いてあるんで、ちょっとね、足がね、椅子から、このかかとの、距離までが結構あるんですよね。それが、EV カーになると、まあ、ちょっとその部分が薄くなってるっていう感じですね。そうです。で、あと、まあ、このホンダ E だけかもしれないですけど、後部座席が、まあ、荷物がちょっと前のフィットより全然乗らねえっていうね、感じです。で、まあ、その辺は小さなネガティブなんですけど、まあ、やはり、このバッテリーの充電スピードと、まあ、走れる距離ですよね。それがかなり少ないと。
で、まあ、今、先ほど言ったね、大きい充電に関しては、まあ、大きいバッテリー、まあ、積んでるのテスラとかあるんですけども、そうなると、まあ、ボディサイズも大きくなって、っていう風になってくるんですが、まあ、今、小さい、まあ、中国でね、もう少しコンパクトで、急速充電ができる、まあ、バッテリーを開発してるということで、まあ、ボディサイズも小さくはなると思うんですけど、リチウムイオンバッテリーですよね、今現在ね。それが、新しいバッテリーになると、レアメタルのコバルトっていうのがね、実は、すごい今問題になってます。コバルトっていうのが、リチウムイオン電池には欠かせない、金属になるのかな？鉱石になるのかな？それがないと、リチウムイオン電池っていうのはできないらしいんですね。コバルトレスのリチウムも今開発されてると言ってるんですが、まあそれでもね、ちょっとなかなか難しいと。すごいね、急速に充電ができて、急速に出力を出すことができるんですね、リチウムイオンっていうのは。なので、こういった EV カーに、まあ合ってるということなんですけども、もう一つね、問題が燃えやすいっていうね、熱を持ちやすいっていう問題があります。電池は燃えるんですね。ガソリン車に乗ってる方も、ガソリン燃えるのはまあ当たり前ですよね。EV のこのバッテリーも燃えます、実は。すごい燃えるんですよ。しかもね、燃えちゃうとね、普通に消せないらしいんですよね。なんか特殊な、なんか液剤みたいなねかけて消すしかないんですけど、それでもずっと発火するんで、なかなか消えないらしいんですよね。まあ電池を熱を持たせない方法をまあ研究に研究を重ねて、まあ今の状態になるということらしいんですよね。で中国の方で作られてる電池は、まあ今度安くなるのはそのコバルトとか使わずに。まあ安全な電池ができるかどうかっていうのがちょっと課題ですよね。本当にね、電池問題はね、これからの EV 社会に対してすごい問題を抱えると思います。今中国でまあ2年目ぐらいのサイクルになるらしいんですね。EV カーがいっぱい出て、まあ日本はだいぶ遅れてるんですけど、まあ中国とかは結構進んでて、まあその2年目に突入してどんな問題が発生してるかと。もうね、電池が持たなくなってきてると。それちょっとリチウムイオン電池なのかどうかちょっとわかんないですけど、まあリチウムイオンですよね。質の悪いリチウムイオン電池はもう2年目にして、その充電能力が下がってきてるということらしいんですよね。特に冬場とかはもう充電、機能がもう 80% ぐらい、はい、80% ぐらい、まあ、もしくは 70% とかね、たまらなくなってきてるらしいんですよね、もう2年目で。で、まあそのうちその大量に作ったね、その EV カーが、まあ、廃棄される時代がやってきますよね。まあ5年か6年か、まあ、しかもまあもしくは10万キロとかね、20万キロ走った車はまあ廃棄されるということになります。なので、はい、駐車しました。ちょっとね、今買い物に来ております。先にね、ちょっと買い物行ってもらっています。このホンダEは、デジタルミラーなんですよね。これね、実は見やすいです。慣れました。これに関しては。すごいね、見やすい。なと思います。で、やっぱね、モニターが大きいので、こういったバックする時とかはすごい操作性が見やすくていいなと思いました。で、バッテリー問題ですよね。まあ車をね、 EV をまあ廃棄したら、まあ、どこにそのもうすごい有毒らしいんですよ。とにかくリチウムイオン電池って、とにかく電池は有毒なのです。なのでそれを安全にどこに捨てるかっていう話があるわけですよね。2030年半ば日本でも EV がほとんどになると
ということを、まあ、政府は言ってます。もし実際そうなればかなり あのバッテリーを、まあ、その減ったしたら10年後、まあ、5年から10年後に廃棄が出てくるということなんですよね。もう日本に捨てるスペースないから海外に持っていくとかねまさか海には捨てられへんけど、どっか山を掘って捨てるのか。いや、燃やすにしてもすごい有毒ガスが出ますよね。で、まあそういう専門のね、処理場とか、まあ薬品でね、なんかこう溶かすとかね、なんか手法はあるかもしれないんですが、まあとにかく、捨てるのに手間がかかるということなんですよね。まあ燃やすのにもね、エネルギーを発生させるので、まあ、CO2、まあ、カーボンニュートラルを目指すとか言ってねこの EV を今、世界で、やろうとはしてるんですけど、なかなかその問題も難しいんじゃないだろうかと私は思いますね。まあガソリン車が優秀なこと本当にねえ、石油もね、全然減らないらしいです。どんどんね、もう私たちが生きてるうちは絶対なくならないですね。どれだけ使っても。まあ、次の世代、その次の世代はまあ、わからないんですけども、まあ、あと100年ぐらいは絶対大丈夫です。で、もうそのね、燃やしてもその CO2 とかカーボンがね、そのこういった車では出にくく実はなってるんですよね。まあ昔よりね、すごいその排出ガスとかカーボンの出方っていうのが減ってます、実際はね。これをこういったね、すごい、なんて言うんでしょう、まあこういったかなり利便性も良くてね、しかも CO2 を出しにくくなったこのガソリン車をやめて、EV のこの電池問題を抱えた EV だらけにして、まあ一時はそれでいいかもしれないんですけど、その未来ですよね。 EV が廃棄された時の未来どうなるだろうかというのがすごい心配でございます。いやー、で日本はね、まだちゃんとしてると思うんですよ、その廃棄問題に対して。ただね、海外とか、まあ、特に、まあ、中国、まあ、アメリカもそうかもしれないですけど、結構田舎の方でね、車を乗り捨てたりしますよね。乗り捨てられてます。朽ちた感じでね。処分代にもお金かかるんで。まあ、そういったところで、まあ、ガソリン車だったらね、ガソリンを抜けば安全なんですけど、EV とかだったら、この、ね、危険な、電池を積んだままその辺に捨てられるわけですよね。そうすると発火するんですよね。こうほったらかしにしといたら、でいつかこう燃えてしまって火事になるっていうねこともありますので、いやー、かなりこの処分に対してまだ解決してないのに、EV をどんどん作ろうと実は今してるんですよね。まあなので、これからね、どんどん中国製のバッテリーとかね、できてくるんですが、もっと研究が必要だと思いますね。安全な、まあ廃棄問題もクリアして、まあ EV、もっと電池も安くなって、まあみんなが乗れるという時代が来てから、2030年半ばに、もう、EV にしましょうと。まあいろんな問題を抱えた、この EV でございますが、まあどんどんね、車両価格は安くなっていくと思います。それにつれてやっぱ皆さんどうしても生活がありますので安い方を取りますよね。安くて便利なものを取るんですが、本当にそれがね、安全なものとして、販売されることを私は祈ります。まあ、メイドインジャパンであれば、バッテリーは中国製でも、日本の、安全基準っていうのを、まあ、クリアさえすれば、まあ、安全でいいものが乗れると思います。まあ、海外の、まあね、特に中国製そのまま輸入してとかっていうのは、結
構怖いんじゃないだろうかと私は予想しますね。まあ、あのテスラですらもね、中国で今作ってますけど、実際どうなんでしょうね。テスラね、航続可能距離ね、コンピューター制御で急にね 90% とかに実は今してます。走行距離が、航続可能距離が減ったりしてます。その辺ね、満充電で走れる距離にするとバッテリーの消耗量とかね、その辺がかなり減るので、まあ勝手にシステムで減らしてるっていうのが今の現状らしいですね。まあその辺は日本の EV メーカーはもうすでにね、本当はもっと走れるんですが、まあ 10% ぐらい下げての、まあ走行可能距離に、まあ航続可能距離という感じで発表してるということなんで、まあ日本の数字はまあまだ信用できるということですよね。はい、というわけで今回は、EV2 ヶ月乗って、まあ思った感想といいますかまあネガティブ要素満載の今日は動画でございました。ポジティブ要素の動画もこちら貼ってますので、皆さんぜひとも参考にしてくださいね。はい、というわけで、今日は、こういった EV の、ネガティブの動画でございましたけど、私のチャンネル面白いと思った方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで、今日は EV のネガティブ予想でした。じゃあね、ボーイ。